のソーラー語を表記するために1936年に万芸五万語によって考案された文字24文字から構成され左から右に書かれるソーラー語はムンダー語派に属する言語の一つで主にオリッサ州とアーアンドラプラデーシュ州で話されるソーラー語はオリアー文字やテルグ文字で表記されるほかバプテスト教会の宣教師の考案になる ラテン文字による表記法も存在する。ソーラー人の指導的な人物の一人であったマリア、5万語は、ソーラー人の全員が共通に使えるような新しい文字を作る運動を率いていた。マリアの義理の子である、万芸5万語は、山にこもり、1936年6月18日に24文字を、原始したという、サウラ文字の一覧24文字から構成され、 6文字4行の文字表に書かれる。うち最後の6文字は母音で、それ以外の文字は子音である。子音や母音の並び順には特に規則性はない。文字名はソーラー人の神明に由来する。インドの他の文字と同様、子音時に母音時を構続させない場合には、潜在母音が構続する。子音結合を表す特別な記号はなく、したがって、 シーン字が二つ並んでいるときに、間にがあるかどうかは綴り字からはわからない。ソーラー語の音韻構造には、必ずしもよく合致せず、母音の愛と王とは、文字の上で区別されない。ソリュジタハジキ音を表す文字はなく、RD のように表される。正門閉鎖音は H で表記することになっているが、何も書かれていない場合もあるようである。 2012年のユニコードバージョン6.1で追加多言語面の U プラス 110D0 から 110FF に追加された。ありがとうございます。